帰ってきた。また、たかしの、一人かくれんぼ配信を見に、帰ってきました。前回見てくれた人はもうわかると思うんですけど、こちらのゲームですね、主人公であるゲーム実況者のたかしが、罰ゲームで、一人かくれんぼの配信をすることになったと。で、俺はその配信を見てるだけっていう、至ってシンプルなゲームなんだけど、いや、このたかしがね、やってんのよ!いろいろやってんのよ、たかし!どれぐらいやってるかと言いますと、ちょっとね、前回見てない人にとってはネタバレになること言っちゃうから、聞きたくなかったらミュートして。で、たかしどれぐらいやってるかというと、まあ、一人かくれんぼの準備するじゃん。で、トイレこもって、事前に設置してたカメラでいろいろ様子を見てくのよ。でもその様子見てる最中になんか気持ち悪くなったと。で、たかしトイレで吐いちゃうんだよね。って言って。で、もう無理って言ってカメラの配信切るの。この後よ、衝撃のたかし。カメラ切った後どうしたと思う?外出て、友達と合流して、電車乗って、飲みに行ったからね。びっくりよ!これ絶対合ってるもん、俺の考察。これで間違ってたら、たかし何だったのって思っちゃうから。じゃあ、ごめんね。だらだらと1、2分、3分もこんなタイトル画面で喋っちゃって。じゃあ、やっていきます。で、ここからが初めて見る人もいるかもしんないから、ちょっとここせっかくだから1周目はそのままやっちゃおっか。来た。これコメント打てるっていうのがいいよな。ちょっと映像待っててね。はい、もうお前のその声に対してはツッコミしないぞ。たかし、また、来たよ。タイムリープ。世界一いらないタイムリープ本当にいらない誰を助けるわけでもなく、東京リベンジャーズみたいに好きな人助けるわけでもなく、ただのたかしの配信を見るためにタイムリープしてますで、皆さんこれたかしの声ね、異常に聞き取りづらいんで、もはや聞かなくてもいいかもしれないです。私説明できるんで。来た。久しぶりたかし。はい、こんばんは、たかしです。こんばんは。今日はですね、これで映像を流してやっていきたいと思います。それで、なんで今回はこんな風になったかと言いますと、うん、私普段はゲーム実況をしているんですけど、知ってる知ってる、罰ゲームでしょ。前回プレイしたフリーゲーム、クリキリというゲームで、バッドエンドを踏んだら罰ゲームという縛りでそのゲームやっていまして、フリーゲームやってて、バッドエンドを踏んだら罰ゲーム、意味わかんない企画すんな、たかし。そうですね、それでその罰ゲームというのなんですけど、あとそのぬいぐるみくるくるするな。一人かくれんぼというわけです。はい、一人かくれんぼやるのね。今回は、たかしチャンネル一人かくれんぼ実況をやっていきたいと思います。イエーイ。その別にさ、ぬいぐるみアップにしたところでイエーイってなんないけど、拍手してるやついんな。これ俺の予想だと来場者数どれぐらいだ。同説40人ぐらいか。内容をご存知の方は気づいてるかも。いい雰囲気だよな。でもこうやって今回はこの人形、ぬいぐるみが、今回大切な主人公に敵かになるわけですね。まあ、とりあえず一人かくれんぼの説明に入りたいと思います一人かくれんぼというのはスパチャ欲しいですか。なんですけど、やり方はまあこんな感じです。嫌なやつ、なんか嫌なやつ、なんか嫌なやつ。最初はまるまる、僕たかしなんで、最初はたかしがお峰の3階に浴槽で水の張ったクローペンぬいぐるみを入れる。家の電気を全て消した。もう俺一回見てるから全然聞かなくていいのよ。ただただスパチャを欲しがってほしいっていう、たかしにスパチャを欲しがってほしいんだバツバツ見つけたと言って刺す、はい、4次はバツバツ側にと言って、これは今一人かくれんぼのルール説明をしていると。まあでもここら辺は別に覚えとかなくてもいいってことなんだよね、きっと。隠れてる間なんですよ。隠れてる間に物が動いたり、はい、変なものが落ちたり。前回でこの行動時代一応たかしと喋り被らないようにしちゃうな、どうしても。別の世界の扉が開く。あ、別の世界の扉が開くね。はいはい。言われてるとして。お前は普通の扉開けて飲みに行ってたけどな、最後。うん、一瞬なんかお互い静かになるのやめようぜ。ですよ。名前をつけないといけないって会議あったと思うんですけど。いや、このぬいぐるみにね。本当はコメントで皆さんから名前を募集しようと思ったんですけど、うん、実はこのぬいぐるみもう名前がついているんです。なんか固まってない、たかし。いいですか、その名前固まってないか。耳まつげです。だから耳まつげっていうネーミングセンス、何これ買ったのいつだ。おじいちゃんにもらったんじゃ、おじいちゃんに買ってもらったんじゃないのですけど、その時にうちのおじいちゃんがつけてくれた
生まれなんです。はい、かわいいぞ。もう全部先の世界知ってんのよ、こっち。今回は隠れてる最中に映像を撮るために、うん、家の中にいくつか監視カメラを設置しました。はいはい、設置しましたね、監視カメラを。例えば、うん、はい、これは切り替わりました。あ、廊下ですね。これ今廊下の映像を映しています。なんでお前が聞き取りづらいからって俺がみんなに説明しなきゃいけないんだよ。監視カメラの映像をいくつか他にも浴室とか居間に監視カメラを設置してんだよな、高志。大丈夫だぞ。最初の工程に移ります。はい、最初の工程行きましょうか。さあ、高志、まず移動すんのかい。うん、静かだな。なるべく喋ろうぜ、高志。うるさいな、ここの音。配信慣れしてないな、こいつ。はい、最初の工程なんですけど、こいつを風呂桶に入れて。明らかに実家でやってるような、高志。あ、まあ、お父さんお母さんも嫌だろう。実家で一人かくれんぼすんな。浴室です。はい、浴室に来ましたと。もう水張ってあるんでね。はいはいはい、はい、この中に入れて。うん、お前の一人かくれんぼのルールちょっとガバガバすぎんと思うんだけど、もっとさ、なんかお腹切って米入れてとかあったよね。なんで簡易版、なんで簡易版一人かくれんぼやってんの。こういうのってもっとしっかりやった方がいいんじゃないの。します。草生やして和ませる。で、電気を全部消すと。そうだ、何回もスイッチ押してるけど、消えないスイッチない？今消えてないスイッチあったけどね。はい、砂嵐流しといて。砂嵐のテレビです。はい、じゃあここで、目をつぶって10秒数えたいと思います。10秒数えようか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、数えました。すごい、ぴったり。たかし、ぴったりだったよ今。刃物を持ってさっきの浴室に行き、耳うさぎ、ぴったりたかしだったんだけど。で、あのぬいぐるみを刺します。たかし、それで次は耳うさぎが鬼でと言って、僕が今回トイレに隠れるんですけど、トイレに隠れます。じゃあ行きたいと思います。小学生視聴者、刃物は10秒ぴったりだったよ。カッターナイフを今回使います。なんだこいつってなってんだ。なんだてめえになってんだ。はい、これで様子を見に来たけど何も起きてはいないと。鏡ってね、危ないって言うもんね。で、外に置くと。この後に刃物でってやつだよね。はい、耳うさぎにつけた。うん、耳うさぎにつけた。俺もう抜けるわ。刺しました。刺した、なんか若干スローみたいになってない映像。刺したのか、じゃあこれ刺したのか、それ。たかし、たかし、一番大事なシーンがよくわからんのよ、映像。はい、これでいいかな。それでいいんじゃない。うん、隠れたいと思います。はい、で、これでトイレに隠れると。怖い。お、来たよ。俺もね、つい 2,3 日前にやったばっかりなのにね、今の砂嵐のこと全然覚えてなかったわ。あ、なんか来たって思っちゃった。はい、トイレ来まして。はい、トイレです。さあ、こっから進むよ。こっから俺がずっといるの。選択、コメントで分岐をしていくっていうストーリーなんで、前回選んでないルートでやっていこう。多分、あとなんかやってない感じ1個か2個はあると思うんだよね。何？なんて？たかし、もういいのかな。前回なんかさ、ドアノブで幽霊がこっちを開けてくるか、俺が開けないよっていうさ、なんかさ、すごいしょうもない、裕次郎VS ドクタークレアの戦いやってたんだけどさ、トイレの鍵閉めればいい話じゃねえのか。出てくるじゃないですか。はあ、その一つ一つがもう気になってさ、仕方がないというか。ああ、環境音が。はい、今で、高橋はですね、こういうことをやると、環境音とか一つ一つ気になってしまうっていう話をしてます。静かになりました。今、たかしは喋ってないってことです。はい、じゃあ、来ました。監視カメラ切り替えたいと思いますけど。はい。来ましたよ、皆さん。ですね。特許カメラは、はい。廊下、廊下、今、浴室、浴室の3つで、の3つ。ってあるんですけど、はい、そこに設置してると。よろしくお願いします。はい、ここでよろしくお願いしますと、たかしは言ってます。よろしくお願いしますというのは、その、どこを映してほしいかっていうコメントです。これ皆さんいろんなコメント打ってるんですけど、たかしはなぜか私だけのコメントを拾います。いっぱい打ってるくせに全部無視して私だけのコメントを拾います。じゃあ行きますね。
なんで日本語を日本語で通訳してんだ俺は。あーんと前回は浴室廊下廊下と今浴室浴室廊下のルートでやってんだよ多分。ちょっとねメモ帳にメモってたろ。だから今回廊下始まりで行ってみる。これ廊下始まりってやったっけ。ちょとりあえず廊下始まり廊下今今とかやったら多分ね分かんないだよ。来た廊下。ここが一番奇妙な映り方してるよな。前回はこれ右がトイレなんだよね多分。前回はトイレ前たかしが出てきたんだよな。特に何も起きてない。ちょみんな行くか。見える？え、みんな何か見えるって聞いたことによって、なぜかですね、ここのリスナーはものすごく冷たいです。少人数ならばみんな仲良くしたいところなのに、この右の扉がトイレやな。あ、優しい。ちょっと答えてくれてるかも。この中にいるのな。あ、答えてくれてる。ちょっとだけ会話できてる気がする。遠回しに。ただ別に特別何かが映ってるわけではないと。廊下やって次今見てみたいな。戻ってきた。たかし喋ってくれ。次どこにしましょう。はい、もうあっさりしてんなお前。次は、あ、次は今見たいって言ってる。じゃあ俺も今で行こう。今に、はい。今を見て。ここも何も変わってないよね。前エンディングの時このテレビになんか女性映ったけど。お、なんか目ピリってなったよな。ピリってなんなかった？で、この次の選択肢が、急に糸とか映らないだろ。リングじゃねえんだよ。次そのまま今やってみていい？今選んでないのよ3回目に。何も映ってないな。井戸はやばい。笑、そんな面白くねえだろ。井戸映ることに別にそんな面白さ感じないだろ。なんかまあね、でもこういう砂嵐の映像ずっと見てると頭おかしくなってくるみたいなね。まあ俺もそういうキャラ演じたい時あってよ昔子供の頃。なんか夜ひたすら砂嵐の映像を見るみたいな夜中。何だったんだろう俺のあの時間。なんか変なやつだと思われたかったのかな。うむ。でも何も起こんないね。今のところは何ともないですね。何もないね。ただ今までだったらこの次、今までだったらたかしはやってたわけよ。映らなかった。映らなかった。まあこんなもんですよ。とにかくでもなんて、あ、ここはですね、たかしが都市伝説なんでこんなもんだよっていう批判をしている時間でございます。嘘みたいなもんなんで。はい、意外と批判が長いですこの時間。じゃああとどれぐらいやりましょうかこれ。さてこっからもう一回今ルート行くね。今これ打っていいのか。まだか。ちょっと映ってる、ちょっと動いてるもんな、ライトが。次どこにしましょう。はい、次今行くね。こっから変わるんじゃないかなって俺思うのよ。だいたい3回目4回目ぐらい。なんか前回さ3回だけの時と4回のさ選択肢の回数すら違う時あったもんな。今さあこれでどうなる。変わんないか。お、なんか手前がなんか明かり動いてない。カーテンなのか。なんか微妙に、なんかもっと大きい違い見せてほしいな。なんかもっと大きい違いを見せてほしいな。何も起きてないな。たかし、ちょっと待って、たかしにちょっと忠告しとかなきゃ。たかし、やるなよ。人かなり減ったねとかあんま言うな、傷つくんだから。あ、なんか動いてる。これ動いてる。一応たかしにちょっと牽制しとくね。たかしやるなよ。自作自演すんなよお前。なんか真ん中微妙に動いてる気すんだよな。これ真ん中の何？もうぬいぐるみとか関係ないものが動いてるけど。何この真ん中のもの。お、怪奇現象。なんか今ポンって飛んできた。それも何？体温計？動いてる。もうぬいぐるみ関係ないじゃん。さすがにたかしこれやってないよな。さすがにたかしテーブルの下に潜ってさ、なんか磁石に反応するみたいな動かせ方してないよな。さすがにこれ動いてるよ。たかし来てる。たかし、たかしはなんて言う。これでたかしも見てたわけでしょ。やばくない。あ、来た。
物動いた。うん、動いたよ。え、なんで？え、ちょっと、これもやめた方がいいかな。たかしが葛藤している。みんな、視聴者だからって、人の心配、安全を全然考えないで続けろって言ってくる。もう、お前ら野じ馬じゃん。たかし、どうする？たかしが今悩んでいます。どうするんだろう。とか、うん。ますか、次。やべえよ。どこ見るか、コメントください。なんか聞こえた？あ、次どこ見るかってこと？ちょっと、たかしも葛藤してんだろうな。これ自分の身の危険が、ちょっと前降りてきそうで怖いっていう恐怖の部分か、いやでもこんな面白いこと起こってんだったら、配信やめられねえっていう、配信者魂、プライドっていうのがあるんだろうな。じゃ、ちょっと浴室行ってみる？いや、今連続ルートありか？ちょっと今連続ルートもありなのかなと思うのよ。ちょっと連続今見てみる？ここまで来たら今見てみたいね。前回さ、なんか4回目ぐらいか5回目ぐらい浴室が打てなくなっちゃったんだよね。ちょっと今連続ルート行きますね。来た。さっき物が動いて飛んでったわけでしょ？で、これ高橋多分やってないでしょ？今回は。たかし、お前トイレからダッシュで出て、俺やってないか、たかし。お前ソファーの後ろに隠れて。たかし、これ本当、マジで。たかし、たかし、微妙なライン来てるぞ、たかし。なるほど。なるほどじゃないのよ、お前息上がってないかなんか。いや、たかし。続けるもう、とか、どこ見ますか、次。やべえよ。また続けようとしてる。どこ見るかコメントください。どこ見るかコメントください。お前もうバカタレなのよ。ここまでひどい目にあって、もう明らかに次自分に、これ今ルート行くか。オール今ルートで行くか。待って、だってさ、テーブルの上のものが動きます。その後ソファーが動きますだよ。この後何が起きるかって言ったら、もう部屋全体がもうぐちゃぐちゃになるってことなんじゃないの？今行くよ。部屋のものがもう飛び散るんじゃない？たかしどうする？テーブル、ソファー、たかしこの後大事だよ。部屋のものがさ、すげえ飛び散ったらさ、それはもうたかしの手に負えないことだからね。たかしがやってるわけないもんね、そんなこと起きたら。無だぞ、たかし待て、コメントもなくなったぞ。たかし、みんな、たかしにみんな、どこ行ったの？何の音？お前らいるんかい？金の音が鳴ってる。何の金？人もいなくなった。でも金の音だったらな、ちょっと弱いかな。たかし、金の音だけじゃちょっと弱いかもしれないぞ。テーブルの移動聞こえる？何か聞こえる。来場者数結構いるのにコメントなくなってるのが怖い。こういうのもコメント打てるよ状態じゃないんだろうな、みんな。IOAGW、嵐が来てる、たかし、初めての嵐。アハウエジディス、誰？あ、君見たな、前回。やっとみんなに見てもらえたね。前回俺しか見てなかったもんね。君が出てきたとき、たかし、お、なんだ？何？いや、たかし、何？あ、ソナルイヤケ、もう何こいつら何なの？やめよう、テレビが、あ、たかし、今よくわかんない映像って、たかし、どうする？今のはやばいって。やばいよね。もう、ポルターガイストとかそういうレベルじゃないそうだよね、もうやめようか、たかし。見たよね、映ってたよね。てか、画面全体にも、ふわって出てきたし。何？え、何これ、やばくない？どうしよう。続けるのこれ。てか、やばわ。自分で決めろ、続けるかどうか。後ろ構えたのはね。
やるしかねえじゃねえんだよ。何、また続けるかどうかこっちに任せてんの。伝説会でもないよ、危ない会だからね、こんなの。あ、そうだ、死ぬってこれ。たかし、やめようぜ。そろそろストップしよう、たかし。取り返しつかないことになるよ。あ、みんなやめとけって言ってる。よし、やろう。やろうじゃねえんだよ。ここまで来たら、やろう。どうなってもいいや。どうなってもいいやじゃねえ、たかし。想像以上にすごいことになってるし。は？これやばいんじゃない？伝説だよ、伝説になるよ。自分で伝説とか言うな、お前。お願いします。またコメントお願いしますじゃねえんだよ。ただしこれ伝説だよじゃない。え、ここで一度浴室の様子、え、なんかこうやって言ってるってことはなんか起きるってことなのかな。どうしよう、連続今ルートも見てんだけどな。ちょっとごめん、今回は今で行かして。で、次もう一回やった時、ここで浴室の様子って言った時、浴室見てみようぜ。ちょっとここ今行っていい？ちょっとごめん、俺はもう今回今にこだわるわ。来た。あれ、なんかこんな映像だったっけ。あれ、コメント打つところねえぞ、もう。あれ、たかし？あれ、なんか人いない、ここ。ここなんか誰かいない？もともといた、こんなの。あ、お前いたっけ？これお母さん？ストップモーションかかってるお母さんってこと？どういうこと？これなんか誰か、ごめん、俺だけこれ見えてんの？ここなんか人いるように見えない？たかし？配信途切れてるかも、たかし。今コメントも打てる、コメントも打てる。何？終わるなよ、絶対。なんだ、ここ。トイレ。たかしがいねえ！たかし！説明しろ！番組の方に変なのが映ってたって。いるんかよ、お前。ちょっと見てみようか。お、見に行くのか？確か録画したやつが入ってると思うかな。あ、録画したやつを見るんだ。データ、これ。なんか左してるよね。いるように見えるけど。じゃあ、アップに。左ね。ほんとや。アップいるよね、たかしいるよな。あれ？あれ？首つってるじゃん。俺じゃね？たかし！どうしたの？何？俺じゃねって言ってなかった、たかし。これやばくない？これ俺だよ。首つってるよ。たかし！たかし、何してるかの映像か全くわからないのよ。見てみるか。もうここまで来たらな。ちょっとこれは。これ何してるのか全く見えないよ。左手に何だったらジョウロ持ってるように見えるもん、ちょっと。ちょっと。行きます。あ、たかし見に行くって。自分が死んでる姿を自分で確認しに行くって、たかしが。え、何？どうした？もう見なかった。どうしたか、たかし？え？どうした？え、全然意味わかんないけど。何それ？は？たかし？オチが雑だぞ、たかし！たかし、よくあるホラーゲームみたいな終わり方。ドンじゃないよ、たかし。それで何でも許されると思うなよ。とりあえずドンを出しとけば許されるんだなって思うなよ、たかし。結局何だったの？どこにでもありそうなホラーゲームの、とにかく怖いっぽい画像をボーンで終わらせるんじゃないよ、たかし。俺は追求するよ、たかし。なんだ？こっち浮かばなかったか？あれ、たかしどうなったんだろうね。なんか結構いい感じの怖さ出てたよね。え、なんで監視カメラに俺が映ってんのってなってさ、自分の様子見に行こう。目ドーン、タイトルドーン。たかし惜しかったぞ。一番怖さは出ていた気はしなくもないぞ。ただ一旦様子の浴室の様子を見に行こうみたいなシーンがあったから、ちょっと今回今ルートではなく途中浴室変更ルートで行きます。さあ、また見るとするか。タイムリープだぞ、たかし。コメントよろしくお願いします。やっと来た。ここに来るまでスキップできないからさ、たかし意外と時間かかるのよ。じゃあ前回と、あ、そっか、そうだそうだ、浴室、ここで一旦浴室の様子見ましょうってなるまで、とりあえずはまだカットでした。すみません、さっきと同じルートで行ってきます。これやばいんじゃない？伝説だよ、伝説になるよ。コメントお願いします。伝説になるよって言ってんのが本当面白い。あ、来ました。ここで浴室、前回これで今やって終わってったから浴室に行くね。
これで変わるってことなのかな。浴室どうなる。浴室行った。あ、動いてる。ぬいぐるみ、ぬいぐるみ声低っ。これぬいぐるみの声なんだよね。なんか犬の鳴き声、ゴロ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 してる、いびきみたいになってるけど。たかし？いやこれたかしの声だな。これたかしの声だな。俺にはわかるぞ。どうなのこっから。たかし、あ、なんか鏡にぬいぐるみが鏡に。え？その、いや鏡の絵なんか雑じゃない？いや笑ってる場合じゃないってこれって今怒られちゃった俺。たかし、ちょっと待って、たかし逃げろ。あ、消えた。たかし逃げた方がいいんじゃないか。たかし、お前飲み会行くなよ。なんだ？急にクオリティの高い映像になったな。また砂嵐かい。すぐ砂嵐になんな。で、これで戻ってきたのか。映ってたじゃん、鏡の中。ね、映ってたよな。なんか飛んでったし。え？なんだ、なんだお前ちょっと笑ってんだ。笑い事じゃないな、これ。笑い事じゃないぞ。なんかとんでもないことが起こってる。気がするな。ちょっと俺何を。え？本当そうなのよ。何言ってんのか全然わかんないのよ、高橋。浴室黒？浴室黒？じゃあ、待ってます。トイレ出ます。すいません。何？こいつ何つってんだよ。大事なシーン何つってんだよ。あ、すっと怖かった。鳥肌やべえ、ね。何？え？外？なんでお前外にいんだよ。お前やってんだろ確実に。いやトイレのドア開けたら普通に廊下あっただろ。何お前トイレから出たら外にみたいな感じのリアクション取ってんだよ。お前が自分の意思で外出てるだろ明らかに。何それ、何こっから何が起きんの。キョロキョロすんな。何かいるのか。何タカシ、タカシ、たかし、すごい、うん、めっちゃ傘で攻撃する。もう幽霊関係ないよ、たかし。何？たかしもう普通に人に襲われとるじゃん。上を歩くな、たかしの。普通に人に襲われたぞ。幽霊でも何でもなく。おい終わんなよ、たかし。お前何早朝に外出て人に襲われてんだよ、たかし。たかし終わった。おいドーンやめろよ。ドーン出したら絶対許さないからな。たかしやめろよ、ドーンは。来る来たー。意味がわからん。幽霊でも何でもなかったよ。ただ傘持った、イカレー人間に、タカシが襲われてたよ。すっごい痛い。傘で刺してきてたもん。えいえいって。最後タカシの上歩いてたし。何あれ？意味がわからん。ま、これでね、タカシが、どうなったかなんてもうどうでもいいわ。だから皆さんちょっとですね、私これでもう全部見終わったかなって思って、ちょっとね、攻略を調べてきたんですよ。なんかもう一個あるっぽくて、進めんね。なんかさ、一回配信中にみんな覚えてっから、なんか謎のローマ字の言葉みたいなのが、イラミロウレナカジゴウみたいなやつが、バーって流れてきたんだけど、それを逆さから読むと、裏の世界っていう言葉になってんだって。だからここに裏の世界って入れたら、裏の世界に行けるらしいよ。いつでもいいっぽいコメントが打てるようになったら。ちょ、入れてみていい？裏の世界。いった！裏の世界じゃねえ、全然。たかし、これただの廊下だ。なんだ？なんか音が聞こえたな。たかし？謎の鐘の音。鐘の音もさっき一回聞いてるけどな、今で。
裏の世界という名の廊下に来たけど、たかしもしかして廊下のことを裏の世界って言ってんのか。お経が聞こえるぞ。これ待って、コメントが全く一個もないぞ。待って、これさ、たかしもコメントもない世界なのか、裏の世界っていうことは。たかし、いねえ。これたかしいねえ。ちょっと待って、みんないる？いや、いねえな。コーンじゃねえのよ。みんないるってお前らに話しかけ、霊顔には話しかけてねえんだよ。なんか微妙にお経が聞こえる。ただここから何かが起きるわけでも、まあ起こるとしたら、ホラーゲームあるあるだったら、この廊下の奥からとんでもない霊がこっちの画面に向かって猛スピードで来る。それ驚かせのよくあるあるだよな。もしくはこのトイレに何かが起きる。ちょっと表の世界戻れるか行ってみていい？なんだ？何か謎の階段がなくなったぞ。たかし、お前の部屋に行けなくなっちゃったぞ。お前の部屋多分2階だろ。うん、なんかなんだったら地下への階段みたいになってない？これ、たかし、お前の部屋今日から地下だってよ。日を浴びれないけど、これ表の世界戻れるかやってみていい？表の世界、裏の世界に来れるってことは、表の世界には行けない。なんか足音聞こえる。足音聞こえるぞ。迫ってきてる、迫ってきてる。たかしか？足音が止まった。その場で、あ、待って、これそういうことだ。あ、これあ、ラカシって何？あ、あ、ちょっと今コメント言ってる最中なの。あ、もういいや、たかしの目で。たかしの目俺がコメント打つの遅いから僕なんかぐちゃぐちゃになっちゃった。あ、これたかしの目。これ俺のんきすぎるだろ。真っ暗、すげえ目が出てきてた。あ、これたかしの足音ってやろうとしたのに、もう次のフェーズに行っちゃってたもんな。もう音もないければ真っ暗だ。ただただ画面が真っ暗だわ。一人かくれんぼやってみた罰ゲーム。どっちかといって今俺罰ゲーム俺見せられてんだもんな。しかもたかしいねえし、これなんだったら俺一人の罰ゲームになってるぞ今。これはもうさ、たかしとかコメントもない裏の世界っていうのに、この視聴者である俺だけが入ってしまったってことなんだろうね、きっと。俺を放置するな、たかし。怒るぞ、たかし。たかし、お前何放置してんだ俺を。お前もうこのゲーム1時間ぐらいやってんだぞ。何回お前が一人かくれんぼやるくだり見たと思ってんだよ。準備シーン、俺お前の準備シーン何回見たと思ってんだよなあ。これ終わりかもしかして。何も、裏の世界に来て、もう何も見えない、何も全て終わってしまったっていうこと？幽霊も俺を放置しないでくれ。幽霊だとしたら、幽霊の仕業だとしたら、なぜ俺を仕方する？幽霊も幽霊なりの攻撃してくれ。あんま見んぞ、真っ暗な中放置って。これ完全に放置プレイされてる。たかし&幽霊の放置プレイ入ってる。なに、あいつらグルだった？何でもし放題じゃん、これ。くだらねえ。